青森にここを勝って週末東京大商店を勝って締めくくることができるでしょうか。スタートから注目 2000m 第62回東京大商店枠井に最後、昨年のこのレースの勝ちはサウンドブルーレッドを狙います。14番ゲート収まって枠井に番号をスタートしました。横に広がりました14頭、内から2番のコバモリッキー、そして8番のアオーリー、やはりこの2頭が大阪のレースを見せていきます。追っていくは11番トップの3トップで6トップが広がりました。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 トップの3トップで6トップが見慣れてだった。5秒8、上がり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 5秒